ゴーールデンウィークが近づいいてまいりましたで今年のゴールデンウィークなんですが、皆さんに気をつけていただきたいことがあるんですけれども、はい、こちらでございます、今年は水の事故に注意、うん、大型連休にどうも異例の台風が北上してくるんじゃないか、はい、台風ですか、ないですね、いいゴーールデンウィークに 早くても7月なんですが、うん、やっぱり、ね、今年ねちょっとねあの、大気の流れが少し変わってるんですよね、えー、このあたりの説明はこのコーナーの後半にしていきたいと思うんですけれども、水の事故といえばなんといってもです、ね、知床の,の週末、発生してしまいました。こちら あまあ、何度もテレビでやってますけども、知床遊覧船の運航ルートなんですけどもね、皆さん、この運航ルートをよーく覚えておいてください、こういう形で、まあ、あの進んでいったわけなんです。はい、で、一昨日午後9時の波の高さをちょっと見ていただきたいんですけれども、うん、こちらでございます、おととい9時です、えー、これが北海道です、これ、2、3、4っていうのは、これ、波の高さなんですけれども。 3メートル以上の波の波高さですですから、注意報レベルです、はい、普通、も3メートルといったら、ですねあの小型船はもう出せないというか、はい、え非常に危険を伴う高さだったのが分かるかと思います、はい、そしてもう一つ、ですね、はい、私たち気象予報士が、ですねこの風の予報をするときに、波の予報をするときにですねよ,よく見てるのがあの、風向なんですよ。 風向,風向っていうのは大体波の方向と同じなんですが、うん、これ、上空1500メートルの風向風速です、うん、えこれ4本の矢羽根があるんですけど、はい、これ40ノットなんですね、うん、1500メートルで40ノットっていうと地上の風で20メートルです、うん、つまり20メートルの風がオホーツク海からこう北西に吹いて、つまり波の方向もずっとこういう波の方向だよということなんです。ででこちらがですね 船です、はい、えで基本的に船がです、ね、進行方向こちらだとすると、うん、向かい風は波はいいんですよ向かい風の波向かい波が船に向かって、うん、ところが横波というのはバランスを崩して大変危険になる、うん、さあ関係さんもう一回ちょっと上の方なんですが、はい、つまりこう吹いてる時にさっき言いました北西の強風がこっちから吹きますよね。と、はい、いうことはこの船はどちらから波を受けてしまいます こちらから横波を受けてしまう、はい、ということなので、<波>つまりはですね。うん、昨日のですね。おとといのあのこの付近の運航というのは大変危険だったということが言えるんです。うん、私が気象予報士で。もしこの船の会社から明日どうですか？って聞かれたら私は絶対に。明日は危険なんで。うん 運行しないいでください漁業関係者の方でも、この風だったら出ないと言ってましたもんね、ええ、それぐらいですね、はい、やはり危険を伴うこと、で先ほど、うんあのー、コーナーでもやってましたけども、はいはい、海面水温が3度未満ですから。はい このあたりの海域というのは実は先月まで流氷が漂ってたんです、はい、それぐらいあの凍りつく海のところなのでもともと危険だったということが言えるかと思います、うん、で、ツイッターでこういうのをいただいてます稲葉城湖で水上バイクの波でヨットに乗っていた同僚がヨットから落ち助けたことがあります、はい、波にもいろんな波がありましてね、うん、自然が作り出す波もあれば、うん、あとこういう波があるんです 鉱石波といって、はい、今言ったその船からの波というのもあるので、うん、こういうのも小型船は特に注意しなければいけない、うんえー、ですから、あのー、より大きな船に乗っている方は逆に周りの船に対してやはりその注意をしなければいけないということが言えるのかと思いますで福島県内でもです、ね、実は気象が原因の海の事故って結構発生していまして。はい これざっと調べてみたんですけれどもこれ1985年から2021年まで気象が原因で発生しているえ事故でございます、うん、プレジャーボートっていうのは多いですよねプレジャーボートっていうのはどういう船なのかというとヨットとかモーターボートとか水上バイクのことを言います、はい、で、事故が最も多い選手一体何なのかというと、うん これ海上保安庁なんですが、はい、これ、えー、こちらなんですけどもねプレジャーボートがなんと全体の船の事故のですね6割を令和2年度占めていると圧倒的になってるで令和元年から令和3年まで増えてるでしょ、うんうん、令和2年にかけてこれもあのプレジャーボートが多いんですけども、うん、プレジャーボートの事故の中でもですね実は これあの整備不良といいうのが実はすすごく多いんですよねはい、はい、だからあの波を受けて、うん、あの転覆するというよりも整備不良で沖に出ちゃって、うん、そして漂ってしまって、うん、遭難してしまうという事故が大変多くなっている、うんうん、でもう1回、これに注目なんですが、うんはい、増えているんですよ、全体の数がこれコロナなのに、うん、つまりコロナだから逆に増えている。 あのコロナでやはり皆さん、あの外でアウトドアがあの増えてますんで、密を避けて、密を避けてプレジャーボートに乗って海へということなんで、うん、よりです、ね、あの事故件数が増えているということです、うんはい、なので事故を起こさないためにどうしたらいいのか、今回はプレジャーボートのことを言っています、船体のチェックをきちんとしてください、うん、出る前に気象情報を確認してください。うん これはあの皆さんそれぞれです、ね、あの私の天気予報を見てもいいですしえそれから他のですの、ね、ウェブサイトなどでもチェックしてもいいそしてもし何か起きたら110番ではなく118番をうまく活用してえ、はい、海の事故に活用していただきたいと思いますで、はい、今年のゴールデンウィークなんですが海の事故、本当に気をつけていただきたい。はい、なぜかというとう こちらがゴールデンウィークの天気傾向なんですがあんまり前半よくありません、はい、で、この雨マークのところもですね結構海は荒れるんですが、うん、何よりも5月4日以降ほら台風北上の可能性を示しているちょうど皆さんここお出かけする時ですよねきっとそうですよねでこれが5月5日のですね天気図なんですが日本列島本州ここにあります、はい、で、これが台風です、うん、で、台風が発生して 北上するという予報がこここ数日ののアメリカのモデルででは出してきてきるんですね。まだ発生してない台風ですからまだ先のことなので参考程度に見ていただきたいんですが、うんはい、今年はこれがですねゴールデンウィーク中盤から後半の天気のポイントということになるかと思います。